はい、ということで今回の、新たに導入したハットですね。今まで帽子かぶることなかったんですけれども、今回からちょっと日差しが強いので帽子かぶります。そして、今回から初めて導入する、ピークデザインの、ちょっと見えないか、ピークデザインのエブリデイバックパック30リッターです。今日はこれを使って、これに、このカバンで、行きたいと思います。どうもどうも、まさとです。はい、こちら伏見桃山城運動公園の方にやってきております。ちょっとうるさいですけれどもね、今日はこちらで、明治天皇陵ですね、先に、行きたいと思います。では早速レッツラゴー。はい、こちら、伏見桃山城運動公園の入り口、駐車場の入り口となっております。こちらから、伏見桃山城の方に行けるようになっております。では、まずですね、明治天皇陵の方へ向かって行きたいと思います。こっち歩いた方がいいんだよね。先ほどの駐車場から少し歩いたところに桓武天皇陵があります。はい、先ほどの駐車場からですね、少し歩いたところにですね、桓武天皇の陵墓があります。柏原の御ささぎですね、そちらの方に今向かっております。はい、ということでこちら、桓武天皇柏原の御ささぎです。じゃあちょっと行きましょう。
はい、こちらが桓武天皇の、陵墓であります。柏原の御捧になります。ちょうどね、明治天皇陵の、近くに、そばにあります。で、周囲はこういう風な感じですね。それでは、明治天皇陵へ向けていきましょう。ちょっとしばらく歩かないといけないです。